匿名武装検事黒木ひょうすけは、角田康明の代表作である、アクション小説シリーズ。匿名武装検事黒木ひょうすけが日本は愚か世界、宇宙、さらには、過去にまで飛んで地球の平和を守る活躍を描いた、アクション小説。映画の、007シリーズの影響が強く、高等無形な内容。ちなみに刑事が、東京地検の特別捜査部の検察官になることや、 検察官が拳銃を傾向することなどは、現実ではありえない。シリーズ作品総売り上げ500万部を突破し、ファンの年齢層も広いベストセラーシリーズ。しかし、内容の高等無形さゆえに、とんでも本の世界にて、黒表スペースコンバットがと学会の山本博史に紹介された。同書では、角田のミスも指摘しているが、意図的に作られている、可能性もある。短編集。 黒標劇戦がシリーズ第一作。講談社、公文社、商電社と三つの出版社からバラバラにシリーズ作品が刊行されたことがあったが、最終的に公文社文庫が黒標全集という形でシリーズ全作品を刊行。最近では徳馬文庫が作品を真相出版している。黒標劇戦黒標狙撃艇大小寺黒標。 反撃帝王コブラに黒表伝説吠える、銀狼黒表ゴリラ黒表皆殺し、黒表列島皇帝陛下の黒表黒表必殺、さらば黒表黒表キルガン黒表スペースコンバット、黒表無双剣、黒表押し殺し黒表ダブルダウン黒表ラッシュ、ダンシング黒表奪還。ありがとうございます。